はい、皆さんこんにちは。カネボリンク所沢の渡辺でございます。本日ご紹介するのはこちらのメルセデス・ベンツの CLS450 スポーツエクスクルーシブをご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは本日ご紹介するのはこちらの CLS450 スポーツエクスクルーシブでございます。CLS なんですけれども、まあ、日本仕様のお車に関しましてはスポーツが、まあ、標準のような形になっておりますので、まあ、いわゆる AMG ラインの装備なんかが、まあ、標準装備として入っているお車となっております。で、まあ、デザインなんかはですね、もう最近のメルセデス・ベンツならではという感じでですね、まあ、かなりシャープなデザインとなっております。もう前から見た感じだと、あの新型の E クラスとかなんかにもかなり共通してるデザインなのかなと思います。ライトなんかも即位だと思います。それからこちらの車なんですが、ホイールはですねオプションのブラックアウトされた20インチのホイールを入っております。これもまあブラックのボディと相まってかなりかっこいいと思います。はい、はい、それからこちらの車ですが、ブラックの、塗装がされている、純正の19インチのアルミホイールが装備をされております。こちらもかなり締まっててかっこいいデザインかなと思います。それからサンルーフなんかもこちらの車ついてますので、まあ、こんな感じでチルトもしますし開けることも可能でございます。でもやはり CLS はこのデザインですよね。もう唯一無二のこの風がいかにも流れそうな非常に美しいデザインを出しております。から後ろを回ってまいりますと、まあ、後ろの LED もかなり綺麗なデザインとなっております。こんな感じでございます。で、こちらの CLS に関しましては450はフォーマチックになりますので四駆のお車になっております。まあ、なので、悪天候の日なんかでも安心してお乗りいただけるお車となっております。はい、それでは、トランクもご紹介をしたいと思います。トランクですが足で開けることも可能でございますので、こんな感じで簡単に開けることが可能でございます。で、閉めるときもですね足で閉めることが可能でございます。結構勢いは強い印象です。はい、それでは CLS450 のインテリアをご紹介したいと思います。まあ、インテリアはですね、まあ、なんといってもこのシルバーのウッドの木目が非常に、ゴージャスな印象を出しているお車になっております。あとはですねサンルーフなんかもついてますので、 ETC カードが挿入されていません。このように開けていただければ開放的なドライブをお楽しみいただくことが可能でございます。それでは早速エンジンをかけてみたいと思います。まあこんな感じでセルの音がしない、ちょっと新感覚なお車になっております。でもこちらの CLS インテリアに関しましては基本的には今までの E クラスとか S クラスなんかのデザインを踏襲してるんですけれども、こちらの車に関してはベンチレーションなんかもついておりますので、まあ、非常に快適装備が充実したお車になっております。あとはエアコンの吹き出し口なんかもE クラスクーペから変更になりまして、まあよりなんて言うんでしょう、先進的っていうんですかね、飛行機のエンジンなんかがちょっとモチーフになったような話も聞くんですけれども、まあ、非常にデザインの凝った、車になっております。はい、それでは後部座席もご紹介をしたいと思います。今前の席が私の運転ドライビングポジションになっている状態で、だいたい膝前でですね原骨は縦で2つ半ぐらいですかね、かなりゆったり座ることが可能でございます。ただ足元のですねシートの下に足があまり入らないので足はちょっと伸ばしにくい印象かなと思います。ただですね、まあ肘掛けの位置だったりとか、まあ、こちらも真ん中出てきますので、
まあ、かなり快適には、おくつろぎいただけるのかなと思います。はい、それではエンジンルームもご紹介をしたいと思います。こちらの CLS 搭載されているエンジンは3リッターの直列6気筒、ターボエンジンが搭載をされております。最高出力が367馬力、最大トルクは500ニュートンを発生するかなりパワフルなエンジンとなっております。で、まあ、メルセデスベンツで直列ってなかなか久々なイメージだと思うんですけれども、やっぱりだいぶ直列6気筒のエンジンがコンパクト化できるようになってきましたので、まあ、今回久々に搭載をされるような、経緯となっております。やっぱり V 型6気筒なんかと比べると、あの振動なんかは非常に抑えられているのかなと思います。